わけで今日の2時間目俺吹けっから。もう先生に見つかっても知らないよ。それよりその人が見た黒い犬ってロビン君じゃないかしら。ロビン君？うん、うちの近所にいつも黒ラブ連れてるおばさんがいてね、私も犬好きだからロビン君撫でながら時々立ち話するんだけど、毎朝9時半から1時間くらい米花公園を散歩させるって言ってたよ。本当か？どこのなんていうおばさんだ？さあ、名前も家も知らないんだ。あ、でも最後に壁の裏側を通るのが散歩コースみたいだから間違いないと思う。そうか、よし今日も。壁の裏側じゃなくて表側だろ。え？壁の裏側じゃ秋元さんがいた場所から。うん、壁の裏側だって言ってた。その道がロビン君のお気に入りね。んなはずねえよ。壁の裏側じゃ壁に遮られて見えねえだろって。あ、そっか。じゃあどういうことだろう。多分その日はたまたま。わかった、きっと投資能力があるのよ、その秋元って人。はい、それで壁の裏側が見えたんだわ。あ、はいはい、投資能力ね。何よその言い方、もしかして私のことバカにしてない？いや別に。新一は信じないだろうけど、予知能力とかテレパシーとか本当にあるんだよ。バロー、こんなもんあったらな、事件なんてみんな未然に防がれて警察も探偵もいらねえ平和な世の中になってるっつーの。バーカ、何よバカバカ言わないでよ。世の中にはね、新一なんかじゃ解けない謎がいー